砲兵刀として用いられた、ロシアの1907年式、米武と砲兵刀、英語、アーティレリーソード、フランス語、アーティルーリーエイプコートとは、近代の軍隊が装備していた刀剣の一種である。実際の使用目的から、ソダナイフとも呼ばれた。18世紀から20世紀にかけて、砲兵部隊、もしくは通常は小銃を持って、戦うことはない陛下の兵士が、 近接戦闘用に装備した大型の戦闘用ナイフである。対人戦闘用とのほか、家宝の設置や陣地を構築するにあたっての草木の仮払いなどの雑用にも使用された。なお、はじめから、砲兵刀として開発、製造されたものよりは、既存の担当や探検、大型ナイフを砲兵用の装備として取り入れたものが多いが、当初より、 正式装備として開発した例もある。トルコのヤタガンやロシアのベーブとは、砲兵刀として用いられたものが有名である。19世紀の末になり、将校でなくとも、個人の護身用兵器として、拳銃を装備することが一般的になると伝れてゆき、また、銃剣が一つのみを目的としたものから、戦闘用及び雑用ナイフとしての使用を意識した。 汎用性のあるものに変化していったことから、軍用の大型ナイフとしての必要性も薄れ、儀礼用や礼装用として限定的に使用されるものとなって、軍隊の実用装備としてはほぼ消滅した。砲兵刀は、本来は、野戦砲兵家の陛下の接近戦闘用に装備されたものであるが、小銃や拳銃といった個人用火器が発達した時代において、このようなものを用いて、 白兵戦を行うような状況は滅多になく、実際にはもっぱら草木の刈払い等の雑用等や、公兵の作業用刃物として用いられており、将兵においては、袖ナイフと通称されることが一般的であった。日本帝国陸軍は、明治18、19年、通常は個別に武器を持たない方、公、市長陛下の貸し官、併用に、丹寸の軍刀を制定した。 この歌詞官兵向け軍刀は、砲兵交渉で製造され、甲、乙、兵の三種類があり、砲兵刀、とほ刀と、通称された。いずれも自家刀片刃の様式刀剣で、切っ先のみり大刃となっており、片面に太い掘り溝が入っていることが特徴である。全体的には、村田重要の十三年式銃剣を一回り、大型化したような構成で、銃剣とともに、五冒険と呼ばれていた。 両端を金具で補強した鞘に収納して、検査と呼ぶ革製のベルト釣り具を用いて携行することも重剣と同様である。このほか、砲兵将校もしくは砲兵歌士官が個人的に特注したと見られる品があり、それらは日本刀として作られた脇差しや担当を砲兵刀としてこしらえ直したもので、完成の外装に死物の刀身を合わせたものとなっている。 アームスツアーマー。フレンチモデル1816フットアーティレリーソード。フレンチモデル1831フットアーティレリーソードハット a b 級 q 2本。帝国陸海軍軍等明治18.19年制定砲兵等。砲兵等。ありがとうございます。